え、チョコをされても痛いんだけど。首がね、チョコってます。ねえ、今したい。ねえ、そこなんですか、うん、まあ、普通にこう掘りますよね。あのちょっと下向いてたりだとか、あ、うん、まあ、割と、まあ、皆さんやっちゃうのが顔が本来あるべき位置より前に出てしまって、うんうん、首の生姜が伸びた状態になってるっていう、うん、はい、この重さで首はどうしても疲れるんで、うん、あと大抵首、うん、そうなんです。だから正しい位置から少しでもずれちゃうとよりその負荷が何倍にもなってかかるので、そうですよね、うん、手を使うために、うん、二足歩行を持ったんだよ。大小がでかかったね。誰の気持ち。大変ですもんね。あの20何センチかの足でね、これだけの重さと大きさをバランスよく支えるのは。ね、うん、でけえ大小、うん。だから痛くもなりますよね。疲れたら。痛い。ね、残りが。ね、多分結構でも大きいあざになっちゃってたじゃないですか、足ぶつけたり、うん、でもそのどうしても立ったり歩いたりの仕事だと、うん、まあ、普通に足痛さとか、うん、まあ、やっぱり触ってもね気になったりあると思うんですけど、うん、リラックスできてないかったんだと思うんですよね、いつもより。あ、そうなんですね、うん、それだけじゃないと思うんですけど、やっぱちょっとそういうアクシデントみたいなものって結構ショックがあったりするので、だって階段から落ちることって人間そうそうないですよ、うん、そうそうない、結構ドキッとしますよね、あの瞬間は、うん、やばいみたいな。で、まあそうそうそう、やっぱこう普段気にならないことがね、そうやって階段、ね、また次の階段降りるときに怖くなったりするわけなんで、ちょっとその精神的にも体的にも、うん、気になっちゃうことが増えてたんだと思うんで、うん、何気ないことですけど結構自律神経って簡単に乱れるので、そうなんですね、そうそうそう、あれやだなとかあれ怖いなとかっていう、そういう細かなことでも繰り返されたり、あのその時すぐ変わるんで、だからなんか、まあ、なるべく意識してこう呼吸をね、あの深呼吸をして落ち着けるとか、うん、やってリセットかけないと、知らず知らずにその力とかなんか、ね、もう残った状態のまま毎日行っちゃうので、普段よりも疲れますね。ちょっと気をつけてみます、うん、さっ
すごくこんなことないぐらいって言ってたので、なんかまあ重なったんだと思うんですよね、うん、それもあるし、でもそれのもともやっぱりちょっと疲れてるから踏み外しちゃったになるんだろうし、なんかそういうことあると落ち着かなくなっちゃうので、うんうん、うん、最初より顔がすっきりしてきましたね。うん、うん、の左右差も小さくなりました、最初より。よかった。よかった、よかった。うん、わあ、目だ。目があります。ゴリゴリです。やばい、やばい。見えてないですね、はい、目がいいです、うん、あ、素晴らしい、痛い、ね、すごい、やっぱり目が疲れてるから凝ってます、これ痛いですけど、めっちゃ痛いです、めっちゃ痛いです、これもあるとちょっとやっぱり目の動きも悪くなったりするので、目に異物感とかで出てくるんですよ、うん、ちょっと痛いですけど、はい、いや、しっかり取った方がスッキリして、うん、しっかり頑張るそう、頑張りどころ、あの、今日一痛いです、うん、そこがすごいですね地味にね、なんかあれ、はい、スポットが狭いから余計そうです、ね、ピンポイントでそうですね、ゴリゴリ言ってる、ゴリゴリ言ってる、本当に目はお疲れですね、これ白状すると暗いところで携帯見ます、見てます、あ、なるほど、それはきますね、でもちっちゃいから取れるのも早いんですよ、さっきよりこれも痛くないですよ、本当だ、はい、一時的にはちょっと目がね充血したりあるかもしれないですけど、目がしっかり潤ってすっきりします、それが取
取れ、まあ、そんなに長く続かないんで、数時間したらそれもなくなるので、痛くなくなりました、うん、さっきより、うん、さっきまあ痛いは痛いですよね全く痛くないわけではないっていうか右側の方が、はい、右のが特に痛いです。ちょっとそうですね、右の方がちょっと出っ張ってるというか、その目が、うん、あの多分こう興奮状態というか、うん、あの交感神経が優位になってると眼球も少し前に出てくるんですよ、うん、へーへえ、そうそう、目ってなんか眠い時って引っ込むし、うんうん、へえ、ちょっとあれじゃないですか、痙攣とか出たりあったんじゃないですか。あ、うん、うん、あ、そういうことなんですか。そうなんです、ね、左よりも右の目がありますね、ね、うん、硬いね、眼球が。もしかしたらちょっとまぶたがしっかり閉じれてなくて乾きやすいとかがあるかも。ああ、そう、うん、あんまり意識してなかったけど、うん、そう、あのそう意識 しないうちにやっぱりそういうのあるんですよね。なるほど、ね、うん、元々のそういう風にのこともあるし、横向きで寝たりするからそういう風なのが出やすいとかもこともありえますし、ちょっとなんか固まってる感じっていうかね、うん、あの多分う、まあ、よく使ってると目が乾くんで、うん、それで、そうですね、動きが悪くなるってこともあります。やっぱりこうちょっとビクビクしてる感じあるので、目がね、ちょっと興奮状態というか。知らなかった、言われるも分かんなかったです。なんか、うんうん、そう、でも触られてみて違うからそういうことなんでしょう、うどうですかね、同じようにやって、うんうん、減りましたかね。減りました、うん、左右差もあんまりなくなりましたかね、うん、目まで出るんだ、うん、目ってこう脳とほぼ一緒みたいなもんなんで、まあ、情報がね、そうそうそう、一番にねいっぱい入って、一番新鮮な血液をたくさん使うところなんで。あ、そうなんです。そうなんです、目と脳っていうのがもうつながりで、一番血液たくさん、心臓から一番いい血液がいくところなんで、はい、やっぱその健康状態とか出やすいです。そうなんです、うん、お医者さんもこう目とかまず見るじゃないですか、うんうんうん、確かに血が出てないかとか。確かに、免疫落ちるというか、目に出てきたりとかあります。目に出てきました、うん、そうなんですよ。だから結構目で、そう、まあ、目は心の窓というかそういうのもありますし、本当ですね、うん、そうそうそう、はい、以上ですね。はい、やっぱり体まずね、あのギュッて起こさないで、はい、体ちょっと横にコロンとしてから、はい、コロンとしてから、はい、そうそう、それで手をつきながらゆっくり起きてください。いただきます。はい、
の赤さが出てますね。いつものこれ胸側もね、今日ほぐしたのでね、すごいほぐれたよ。はい、以前より少しね、時間も長かったので、うん、だいぶ感じ違うかと思います。はい、お茶を出ししますね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます、はい、今日はいつもよりもね、撮影もあって少し長めにやらせていただきました。お顔が変わりました、ね、変わりましたね。変わり、本当に変わりましたこんにちは、ルナと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。20歳です。あ、21歳になりました。21歳、お誕生日おめでとうございます。おとといになりました。なったばっかですね。おめでとうございます。ありがとうございます。突然すいません。いえいえいえ、やってる段階で最初結構こっち側が幅が広いなって感じがあったんですよ。でもなんかだんだんやって他のことやってるうちにスッと取れてきたので、ねね、うん、今鏡見て本当にびっくりしたのでびっくりしてます。本当に、いや、でもあの、はい、かもう、やってもらってから全身やってもらうじゃないですか。だからあれでした、あの本当にスンってまっすぐ落ちてる感覚が、あ、そうそうそう、中心が上がってサイドが下がる感じですよね。本当にだから、いや、毎度毎度毎度感じてるんですけど、はい、あの今回も感じました。良かったです。やっぱり姿勢とか顔ね変わるので、そう、やっぱりよあのそういうところでもね見ていただくとね、良かったと思います。ありがとうございます。今日のおつらさ楽になったでしょうか。いつもありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。足も大丈夫ですか。大丈夫そうです。もう軽さが全然違いますので、のでだってまた足を組まずに帰ります。でも多分あのこういう状態になってるとならないですよね。ならないです。あの、だからその話、それこそいつも先月だとかやってもらった直後、組まず組まずにずっとから、まあやっぱ年変わってきちゃうけど、その1週間過ぎぐらいまでは全然別になんか大丈夫なので、やりたくなったら疲れた時って思っていただいて。確かに確かに、そうそうそう、なるほど、その考えだ。わ、すごい、めっちゃ立つと分かりますね。なんか一気に重力感じるから、何がダメだったのかっていうのが、うんうんうん、すごい。よく言われるのは結構足がしっかりするとか、そう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 、まで地に足がつきました。そう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 。ありがとう。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。あ、いいえ、こちらこそありがとうございます。はい、じゃあこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。See you。 あ、すいません。